はいどうも、神仏応援団流です。今日はですね、静岡県西伊豆の方にあります浅間神社さんについてお話ししたいと思います。ハレルヤ。はい、ということで、今日はですね、ご紹介するのは西伊豆のですね、浅間神社さんなんですけども、まあ浅間神社さんというとものすごい数があるんですよ。まあどこなんだっていう話なんですけど、まあ結構山の中にある浅間神社さんになります。で、ここですね、ご祭神が、この花桜姫さんではなくてですね、まあ、ここの、まあ、優勝書きでいくと岩倉姫さんということになってるんですね。まあ、おそらく、まあ、岩永姫さんなんですよ。で、ということで、まあ、浅間神社なのにこの花桜姫じゃなくって岩永姫さんが祀られている神社という、そういうですね、くくりで、一つ浅間神社さんを、まあ、動画ですね、紹介したいと思いますので、まあ、見ていただければなと思います。まあまあ、はっきり言ってですね、山の中で、なんていうんですかね、登山道みたいなのも分かりにくいんですよ。めちゃめちゃ分からなくて、もうどこから登っていけばいいのか分からないみたいな。そこの、まあ、動画ね、映し出してるんですけど、そこに至るまでに、結構探してるんですね、登り口を。でやっとですね、看板を1枚見つけまして、そこからですね、登っていった動画になるんですけど、これがですね、またなかなかのですね、エネルギーの場所に岩永姫さんが、まあ、いらっしゃったということで、これもですね、動画見ていただけると分かるんですけども、なんていうんですかね、まあ、ちょっとですね、不思議な、ここだけ別空間だなっていうような感じのところに収まってるんですよ。でしかもこれ、本当の山の中で、ここの神社さん、誰がお参りに行くんだろうと、本当の山の、なんていうんですかね、中にあるんですよ。でちょっとあるだけで、鳥もちゃんとあるんですけど、本当にちょんと、あるだけなんですね。本当に なんていうんですかね、もっとこれぐらいの場のエネルギーの場所の神社さんであれば、もっと人がですね、参拝に来てもおかしくないような、場所なんですけど、まあ、果たしてですね、静岡の方にどのくらい、認知されてるのかわからないんですけども、まあ、とにかくですね、素晴らしい場所だったので、動画で、まあ、見てください。それではどうぞ。参道を歩いてきましたら、石造りのお社に到着しました。ちょっと後ろから来る形になってしまいましたが、もう本当に岩の中にある、お社で、すごい雰囲気があります。この空間すごいです。古代祭祀も行われていたんではないかというような、あ、こっちに鳥ありましたね。こっちからが入り口だったんだ。じゃあちょっと何ですかね、ちょっとわからない戦争がある。はい、参道が結局どこからかわかんないですよね、正式な。あ、すごいですね、木がねじれてます。
ますね。ボルテックスによくある水の時、ここだけやはりエネルギーが違うようです。はい、ということで、正式に入っていきたいと思います。すごいですね。祭神が岩倉姫の御事と書いてありますね。岩永姫さんですかね。すごいです、すごいです。じゃあ皆さんお参りしましょう。3名目、3名か、1名、ありがとうございました。はい、ということでいかがだったでしょうか。この辺もですね、ちょっとその不思議なですね、空気感といいますか、まあ、エネルギーはですね、非常にまあいいんですけども、あのですね、もっとたくさんの方に、ここの場所に岩永姫さん、まあ、ここは岩倉姫さんと書いてあるんですけども、がね、いらっしゃるよっていうのをですね、まあ、知っていただけるといいんじゃないかな、というふうに感じます。はい。なので、まあこれですね、浅間神社なのに、この花咲夜姫さんではなく、岩永姫さんが祀られている場所。これ、おそらくですね、全国探せばですね、まあ何箇所もあると思うんですよ。数はそんなに多くないと思うんですけど、何箇所か、まあ、実際にある、あります。はい。で、ここ、その場所っていうのは、きっとですね、非常にまあ重要な場所であろうということも推測できますので、またですね、まあ、いや、私の住んでいる場所にもですね、御祭神、浅間神社だけど、主祭神がこの花咲夜姫じゃなくて、岩永姫さんだよっていう神社をですね、もし知ってらっしゃる方がいらっしゃったらですね、ぜひですね、コメント欄で情報をシェアしていただけるとですね、それを見た、この見てる方がですね、あ、ここにも岩永姫さんいらっしゃるのか、じゃあ行ってみようってね、思う方もいらっしゃると思うんで、ぜひですね、また情報をいただけると幸いです。はい、ということで神仏応援団リュウでした。今 LINE で友達登録キャンペーンをやっております。あなたの友達登録お待ちしてます。